海援隊土女千葉ブルフィールド大会の対柏大五郎戦でデビュー。2011年3月20日、稲松サブローランディ拓也組に勝利して、新総研トともに言うハードコアタッグ王座を獲得。10月9日、広木新下組に勝利して稲松とともに、ストロンゲスト、K タッグ王座を獲得。 2012年8月3日、DDT プロレスリングで焼き鳥に勝利して、アイアンマンヘビーメタル級王座を獲得。2013年6月30日、千葉グルーフィールドで、関根隆一プロデュース工業萌えよ、ドラゴンワンを開催。8月11日、高道の国勝利して、うわ世界ミドル級王座を獲得。2014年2月16日、 ユニット、ボズ連合を結成。9月、大日本プロレスで開催された、大日本最強タッグリーグ戦にイナマツとタッグを組んで出場。2015年3月から4月、大日本で開催された、一気当選デスマッチサバイバーに出場。9月、大日本で開催された、大日本最強タッグリーグ戦に、伊藤隆二とタッグを組んで出場。 2016年1月21日、プロレスリングバサラに移籍。2017年1月8日、木高勇塚本匠組に勝利して、中津亮太と共に NWA、インターナショナルライトタッグ王座を獲得。2018年2月、バサラで開催された、アイアンフィストタッグトーナメントに中津と共に出場して、優勝。2019年3月27日、 クボスケチカフーマサゴット組に勝利して、藤田実、木高勇と共に横浜ショッピングストリート6人、タッグ王座を獲得。5月6日、中津に勝利して、ユニオンマックス王座を獲得。2021年1月15日、精神的な理由により、翌2月より無期限欠場することが発表された。ツイッターでは地元に帰り、 農業及び林業に従事する様子がつぶやかれている。海援隊土女時代に関根と、先輩プロレスラーで、名前や異名などで、竜、竜、ドラゴンなどの文字に、縁のある選手とシングルマッチとタッグマッチが行われた。ありがとうございます。